問題と解説の方をご準備ください。ナンバー7ね、ナンバー七を開いていただくとよろしいでしょう。学科一計画は非常に幅広く出題されます。で、本試験では、まあ、午前中に解くわけですね。多くの方が最初に問題を解きます。まあ分からない用語ですとか問題もありますけれども、まあ、確実にですね得点に繋げられるものは得点していきたいわけですね。 で、例えば、熱ですとか、結露に関する問題は、これ品質なんですよね。で、近年の傾向といたしましては。このように、図で出題されたりするわけです。で、こういった図を見ると、多くの受験生の方は、こうびっくりしてしまうわけですけれども。冷静にね、しっかりと判断していただきたいんですね。図に示す、内断熱を施したコンクリート像の。 液体の内部温度分布として正しいものは次のうちどれかということですね。はいコンクリート躯体がありましてその内側に断熱材があるとまあ、これが内断熱ということになるわけですね。でここで各選択肢がありますけれどもはいちょっと拡大するとこうなりますね。